みーです。ゆさです。ルーラです。マリアです。ピンク、ロテ、ティー、ビー始まるよ。イエーイ。はい、本日はなぞなぞ早押し対決です。イエーイ。今回はなぞなぞが15問出題されるということなんですけど、はい、4人で、まあ、なぞなぞ早押しなんで、まあ、挙手制なんですけど、なぞなぞがね15問出されて、それを挙手制でね、まあ、早押しって言っても早く手挙げた人何もめっちゃ怖い。何一番見えてない。見えない。挙手制で早押し対決。早く手挙げた人から、まあ、回答権が与えられるわけなんですけれども、なんとこちらのクイズ下から2人は罰ゲームがございます。罰ゲームの内容は勝った上位2人に、ね、ならないと罰ゲームが待ってるっていうことで、言ったじゃあマリアちゃんが勝つということで、まあ、どうなるんでしょうかって感じなんですけど、はい、まあ、早速やっていきますか。はい、はいはい、それではどうぞ。大きい声で入って言った方が当てられるので大きい声で入をお願いします。はい、はい、じゃあ第1問目、カメとラクダと、はい、えカメラ正解。なんでなんでずるー。何それずるー。えマリアに1ポイント。え問題も聞けなかった、ね、じゃあ第2問目、ひっくり返ると軽くなる動物はなんだ。カエル。ひっくり返ると、ひっくり返ると軽くなる動物なんだ。はいはい、マリア。イルカ正解。なんで反対から読んで。あー、すごい。マリアに2ポイント。じゃあ第3問目、食べると安心するケーキは、ね、ゆずはパンケーキ。あ、おたれだ。ホットケーキでーす。仲間にする。次4問目いきます。世界の真ん中にいる虫は何。はい、はい、蚊。正解。あ、そうだ、そういうことだ。え、すごいマリア。第5問目、これ簡単なのでよく聞いてくださいね。持つだけで手が震えてしまう家具ってなんだ。持つだけで手が震えてしまう家具ってなんだ。はい、レラ。テーブル。正解。あー、すごい。よかったじゃん。第6問目、ボールはボールでも四角いボールってどんなボール。ボールはボールでも四角いボール。あ、はい、はい、ダンボール。おー、正解。じゃあ第7問目、貝は貝でもお風呂に入ってる貝ってどんな貝。はい、メイ。あったかい。お、正解。あ、マリアとメイが同点に並ぶ。あー、やだやだ。じゃあ第8問目、冷蔵庫の中に動物がいます。はい、はい、え、ラッパ。マリア。ゾウ。正解。イエーイ。あー、声はでかかった。声はでかかった。声はでかじゃあ次、これもよく聞いてね、頑張って。みんな手挙げないで。やばいやばい。最初に挙げるんだよ、やつ。椅子は椅子でも辛くて美味しい椅子って何。椅子は椅子でも辛くて美味しい椅子って何。時が止まってる。甘いのもあるかもしれないけど、辛くて美味しいです。はい、マリア。カレーライス。あ、正解。うまい、うまいと聞いてる。あー、確かに。カレーライス向いてないかもしれない。カレーライスって言われてもよくわかんない。じゃあ次、10問目、口から出てくる首って何。はい、あく。あく。マリア。あくび。正解。悪。すぐに言っちゃった。今の点数言いますね。マリア6点、
レイラ1点、メイが3点です。名前呼ばれてないから当てるっていう。じゃあ次いきます。はい、バイキンをやっつける剣ってどんな剣？バイキンをやっつける剣。はい、マリア。石鹸。なんでわかるの？すごい。やばい。わかんない。わかんない。うるさい。じゃあ次。車で走っている。え？でもやだ。なんで？すごい。でも問題引っ張っててよ。ちょっとなしにしよう。多分知ってたんだよね。この謎謎ね。なし、今のなし。じゃあ次、朝になると叫ぶ花は何？はいはい、レラ。朝顔。わかったね。じゃあいきます。小さな貝でも10匹集まるとみんなが怖いものになります。なんだ。メイクのようなカイジュー。お、正解。えぇー、銃と貝か。あー、全く今の赤いものは。じゃあ、最終問題になります。うわ最終問題、いきますね。え、最終問題で点上がらないんですか？じゃあ、最終問題は5点でいきます。今の点数、マリアが7点、レイラが2点、ユズが0点、メイが4点。なので、ユズがこれ答えたら、メイとレイラより上になるから、回避できるかもしれない。じゃあ、最終問題いきますね。ご飯を食べるとき、抱っこしているものってなんだ？抱っこに間違った。ご飯を食べるとき、抱っこしてるものは何？コアラ。違う。なぜ？はい。モグラ。違う。え、なんで？マリア。ダダッコ。違う。何やそれ。メラ。いただきます。え？いただきます。そう、正解。おお。え？板を抱いてる。いただきます。え、もうやだ。抱っこしてるものは板でした。というわけで、イエーイ、イエーイということで、最終の点数、マリアが7点、レイラも7点、おで、ユズが0点、メイが4点。なので最後の1点でレイラはメイに勝った。ちょっと一発芸と迷ったんですけど、それは結構やってるかなと思うので、久々のミニキュンも、シチュエーションも何でもいいです。うわ、一瞬でシチュエーションも考えてくださってても、牧場でとか。じゃあ一人は牧場で告白で、告白とかだったら一緒になっちゃうからこと、うん、じゃあもう一人は、例えばね、例えばだから全然これじゃなくていいんだけど、バリカン。バリカン。それはあの、こういうことがやること得意だから、それはマリアが。ずっと友達だった男の子を振り向かせる人。うわじゃあ、それがユズハちゃん。ねえ、メイの屋上で告白まで3、2、1。あ、急に呼び出してごめんね。ずっと前から。もう一回、もう一回。ごめんなさい。すいません、黙ります。後ろのクスクスもしんどい。すいません。ね、なんかさ、ここにカメラあるからさ、こう、きついきつい。急に呼び出してごめんね。ずっと前から好きでした。付き合ってください。お疲れ様です。ゆずはちゃんのが見たら早く。そうだね。じゃあ、あのお待ちかねの、お待ちだよ。いつも通り。いつもやってないから。じゃあ、ゆずはのずっと友達だった男の子を振り向かせる一言まで。え、一言だけね。あ、大丈夫です、長くても長い方、全然長ければ大丈夫です。待って、これともいいね。3分くらい。ずっと友達だった男の子を振り向かせる言葉まで、3、2、
3、2、1。その髪型好きだよ。褒めただけ。もう一言ないと、もうなんか4個くらい褒めないと。それなら好きだよ。ああ、急にね、かっこいいよ。うん、ゆさちゃんだから来ると思います。うん、はい、どうでしたか、結構皆さんはいましたか。聞かれてましたこれね、今日やったから今後好きな男の子とかにもぜひ。そうだね、これ、はい、はい、ということで胸キュンどうだったでしょうか。まあ、こっちが本題になってる。本題は謎謎そうそうそう謎謎ね。はい、マリアちゃんがさ、なんかすごかったんだけど、うん、7問1人で問題読む前からさ、答え言ってたりしてさ、え、謎謎好きなの、何、うん、ドッキリ、ドッキリ、昨日の夜に一応予習してた。ゆさちゃんは全部超バカにしてくるということで終わりたいと思います。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知音よろしくお願いします。バイバーイ。